それです、最近ね動画が全然上げれてなくて、まあコラボの撮影とかが多かったんだけど、コラボ撮影ってやっぱどうしても相手ありきだから、公開日だとか、まあその公開日をね相手と調整して、例えば、相手が1週間後は行けば、まあ1週間後になったり、やっぱ2週間後って言えば2週間後にじゃあしますか、そういう風に相手に合わせてやっていかなきゃいけないんで、昨日撮ったものやっぱ急遽今日あげようとか、今ストックこんなのあるから、まあこれ今日あげて明後日じゃこれあげようかっていうことができないんで、まあそれでねちょっとコラボもこれ楽しいんだけど、コラボはコラボでめんどくせえなと思って、まあそんな感じでね、コラボ動画もいくつかあるんでマイペースな自分たちの動画がちょっとね減ってましたけど、心配しないでください。アンポチャンネルのてるくんが、まあ、個人チャンネルをやっていくってことで、まあ、てるくんとちょっと撮影してきたんですよ。で昨日ね歌舞伎町っていうか新宿で、まあ、昨日てるくんと撮影してきたんだけど、その中でねてるくんからまあちょっとある話を聞いて、アンポチャンネルがバン中村と撮影してきたんだって、会ってきたのかな、中村光で、そのね喋っていく中で光に、ウリタさんとはコラボしないですかみたいなことを聞いたんだって。まあしたら、彼が、まあ、正直今いろいろバズってるけど、そのポッドででね、パッと出てきたポッドでで、まあ、これまでいろいろ頑張ってね積み上げてきた、その純子のそういう、まあ、フィールドというか積み上げてきたものに、まあ、突然出てくるのは、まあ、ちょっと違うとか、まあ、そんな感じ、そんなようなことかな。要は、その要するに俺なりにいろいろ積み重ねてきたものがあるから、それをボーンと出てきて急に旅行一でっていうのはちょっと違うと思ってくれてるみたいで、だから純子の方からそういうふうに声掛けが僕の方にあるのを、まあ、待ってると、まあ、そういうこんな俺らのチャンネルだけど、そこに対してリスペクトをね彼は持っていてっていうことだったんで、まあっていう話を、まあ、てるくんから聞いて、まあ、一応そこでね俺も彼に返事しようかなと思ったんだけど、その前にね、まずは試合お疲れ様でした。なんか喧嘩バトルロワイヤルだっけ、あれのトーナメント、最後でっかいね、すごいでっかいラッパーの男と、まあ、壮絶な殴り合いをしてる試合も見ました。その前のね試合も見ました。強いね、なんか強いよ、おっさんなのに気合入ってますね。俺より一つか二つおっさんだからね、まあ俺も彼もおっさんだけど、すごいイケイケで強いですよ。まあで YouTube のねこともまあ確かに、時期とかねタイミングみたいのを、まあ、見てるっていうのも当然あるっちゃあるんだけど、まあただそれ以上に、YouTube 上では確かに俺も光もね先日、まあ俺が謝って、光が最初謝ってくれて、俺もちゃんと謝んなきゃと思ってたから、ごめんなさいということで、まあ俺の方もねでごめんねが言えて、わだかまりみたいなものはねもう、まあ、俺はもともとないし、まあ、彼の方もそういうのはもうないって言ってくれですね、まあ、まあだから和解っちゃ和解なんだけど、まあそこでね、まあ、楽しく笑いながら YouTube でもじゃあ撮ろうかちゃんちゃんっていうのは、まあその前にやることあるんだろうと、YouTube の方ではね、そうやって、まあ、和解できたけど、まあ、お互いおっさんでね、こんなこと言うのもあったけど、まあ、拳の方でもね、蹴りをつけたいと思ってます。だから、俺と、バン中村の、試合を、もしこの願いが叶うんであれば、ブレイキングダウンで、実現させたいなと思っています。まあ、今、ヒカルもね、すごい人気者だし、俺もね、顔の骨折ったりとか、まあ、他にも前回負けてたりとか、
まあ、今後どうなるか分かんないし、まあ、オーディションとか声がかかんなかったとしても、まあ、結構ウルタとやらせろっていう前回の倍ぐらいはもしかしたらウルタとやらせろっていうやつが来るかもしれないし、逆にまだね一度も本戦にはね上がってきてない、ヒカルもバン中村さんとやりたいみたいな声もあるだろうし、まあ、当然呼ばれるでしょう、ヒカルは絶対、うん、まあ、その中でもしかしたらね俺らみたいなおっさん同士の、まあ、一メイクよりもっとヒカルに合ったなんかトップいやつが出てくるかもしれないし、まあ他にもヒカルもねもう俺の熱は一回沈んで、新たなねストーリーやりたいやつがいるみたいなことを、ね、動画で言ってたけど、もしかしたらそっちに今火がついてるかもしれないし、俺の方はいつだとやらせるみたいなね若いやつらがもしかしたらいっぱいいるかもしれないけど、まあ俺はバン中村とやらせてほしいです。どうなるかね、俺らはそんな口出せることじゃないからあれだけど、ウリタでないバン中村のカードが、まあ、面白そうだなと思ってくれれば、検討してほしいと思います、ね、俺らおっさんのそういうマッチメイクよりもっと運営とかね視聴者が見たいようなストーリーとかがもしかしたらいっぱい転がってるかもしれないし、だから何とも本当言えないけど先のことは、ただね運営の人とかもし関係者が大会関係者がこの動画を見たりこの発言がね耳に届いたら考慮してみてください。まあ俺も彼もまあいいおっさんだけど、若者には持ってないそれまでのねいろんな生き様だったり情けないことからかっこいいことから、ね、詫びも詐欺もある程度経験してきてるおっさんならではのね、熱だったりそういったものをね、俺と彼なら見せれると思います。まあそんなの本当それこそねお互い連絡取り合ってそこら辺でやってりゃいいじゃんってあの声もあると思うけど、うん、まあ俺も彼もね、表現者というかエンターテイナー性があるんでね、まあ多くの人の前でね楽しんでもらう形を取った方がまあ俺らっぽいかなと。まあこんなこと言うのもねおいおい楽しなんだけど、光る俺より多分10キロぐらい重いと思うんだよな。なんかあの体型とかね喧嘩バトルロワイヤルの映像を見てると間違いなく俺より重いんで、まあどうせねやるんだったらまあわがままかもしんないけど、まあ俺の方にね体重を合わせてくれたらなと思ってます。まあいいダイエットになるんじゃないの。どうせだったらね全て同じ条件でやった方がいいじゃん。まあね実現するかもわからないし、先のことはね何とも言えないですけど、まあ、骨折自体は、まあ、いっぱいカルシウムとかビタミン取ってるんで、まあくっついてもくっつかなくても俺はやるんで、どっちが勝つかも負けるかもわからないけど、まあそこで本当にしっかり蹴りをつけてからけじめをつけてから、お互いのチャンネルでコラボしましょう。まあそういうね今日はバン中村さんへの、お手紙になっちゃったけど、まあ、自分の考えを、伝えました。はい、そんな感じです。また。